はい、どうも、エテポンゲです。ではね、ドラゴンクエストモンスターズ2、続きからやっていきます。さあ、褒美をいただきでいきましょうか。金銀財宝何をもらうか。王様の冠でもいただこうかな。お、あ、これは、イースタン、ノースデンだ。ノースデン王。おエテポンゲ、やはりユナ姫を救ったのはチミじゃったか。わしが姫に呪いをかけたという話を聞いてな、誤解を解くため意を決してやってきたが、いやはや、どうしてユナ姫はもう元の元気な姿に戻っておるではないか。さすがは精霊の使いエテポンゲじゃ、わしが思った通りの活躍してくれたの。すまなかったノースデン王よ。わしは最愛の孫娘ユナを思うあまり真実を見定めることができなかった。そしてあろうことか友好国であるあなたの国に攻め込もうなどと、ここに腹を裂いてお詫び申し上げる。そうじゃそうじゃ、同じ人間同士で争い合うなどをまこと愚かな極み。愚かな極み。誰？ああ、これは女王さんね、ヘレンさんだな。ふむ、戦争などバカなことを考えている王に一言物申してやろうと思うたが、もはやそんな様子はみじんもない。わらわの取り越し苦労だったようじゃの。ウエスターニャ王、ウエスターニャ王、ノースデン王、いてつく寒さの続くこの世界を生き抜くには身を寄せ合う友が必要じゃ。我ら三国、これからも共に手を取り合い平和な世界を作っていこうではないか。そうだな、まことにそうだ。まさかお主が精霊の使いだったとは。ユナを救ってくれたことを本当に感謝する。これは我がウエスターニャに伝わる宝剣、お主の旅にどうか役立ててくれ。いいもんくれるじゃないか。ドラゴンスレイヤー星1。これはありがたい。もうね、 GP 不足、 GP じゃなくてゴールド不足にね悩まされまくってたので、うん、この世界の国々はもう大丈夫だ。凍てついた心の氷を溶かし平和を誓った。精霊の使いとして使命を果たしたことを泉の精霊にお伝えするがよい。しかし気になるのは、大空の盾を狙い、暗躍していたというあの占い師よ。あやつがまだこの地に潜んでいるのかもしれん。くれぐれも気をつけていくのだぞ、エデボンゲ。ユナ姫、本当にありがとう、精霊の使いさん。また絶対この国に遊びに来てね。もちろんさ。明日来るよ。明日の夜8時開けといてくれよ。それではな、ウエスターニャの王よ。わらわたちももう行くぞえ。じゃあの。うん。無事に平和になってよかったね、ほんとに。うん。話し合いで解決できたな。いろいろね、誤解もね、解けたことだし。一件落着だな。では、ユナ姫、しばしのお別れを。よし、行こう。精霊の泉に行こうか。報告しに行こう。無事ね、この世界をね、平和にしたので、うん、もらうもんはもらってね、おさらばしようか。で、その前にね、ちょっとね、睡眠をね、取らないと、ちょっとダンディーがやられちゃってるので、一旦ノースデンに行こうか。ノースデンに行って、宿取ってから、泉に向かおう。
よし。まあなんとかクリアできたな。一泊させてもらうぜ。よし。うん、はい。でルーラーして、精霊の泉。確かね、ここでもボス戦がまだねあるんですよ。最後のこの世界最後のボス戦がねあるんです。入れ替えておこう。ジェネラルダンディ、ジェネラルダンディちょっと微妙だな。ちょっとスキル振り失敗したな完全にこれでいこうか、とりあえずこのメンバーで。うん、さあ精霊よ。やれやれ、精霊の使いとは厄介なのが現れたものだな。誰だ貴様。計画通り泉の精霊から大空の盾を奪えていれば、我らは狭間の王から大いなる力をいただけたというのに。だが私はまだ諦めぬぞ。なんだ、なんとか神官だったかなこれは。貴様をほぐり、今一度この世界を恐怖に染めてみせる。悪しき者よ、引きなさい。なんだこの声は。雪と氷を司る精霊の力の前にひれ伏すのです。強え。強え。マヒャドじゃない今の、マヒャド。あ、久しぶりだな、会いたかったよ。精霊の使いエテポンゲよ、よくぞこの世界に、暗い影を落とす悪しき者たちを払ってくれました。そのおかげで人々の心が平和で満ち、私は力を取り戻すことができたのです。それでは蘇った私の力をお見せしましょう。さあエテポンゲ、精霊の印を掲げるのです。はい、どうなの。おほ、お、おう、溶けるのか。溶けるんだね、溶けちゃうんだね。そしてこの塔の周りの氷も溶けるんです、溶けるんです。うん、でこの氷も溶けるんです、いいんです。むむ、これでこの世界も元の姿を取り戻すとことと思います。さあ約束通り大空の盾をあなたに差し上げましょう。いいのかい、こんな大切なもの。うん、とりあえずありがたくもらっておこうか。この先大いなる運命があなたを再びこの地へと誘うでしょう。その時は迷わず私のもとへ来なさい、決して忘れてはなりませんよ。分かったよ、何かあったらよろしく頼むよ。それではまたいつか、さようならエテポンゲ。ちょ、待ってくれ待ってくれ、まだ話が終わった。おい、聞こえるか、エテポンゲ、俺はワルボーだ。お前から不思議な力を感じたぞ、へその代わりを見つけたようだな。いいか、マルタに呼び戻すからじっとしているんだぞ。イエスサー。さあ、これでね、やっとマルタの国を救うことができな、できますね。うん。よかったよかった、長い旅でしたね。うん。なかなかモンスターマスターっていうね、この仕事もね、大変だな。うん。
あれ、よし、じゃあね、サクッと青空の盾をね、マルタのへその代わりにしてエンディングでも見ようか。うん、ほら回復したぜ。で、マルタのへその代わりは、なるほど、これが踏む大空の盾っていうのか。さすがに秘宝と呼ばれるだけのことはある神秘の力をビンビンと感じるぞ。早速マルタのへその代わりになるか試してみよう。もうこれでね、バッチシだな。うん、形もぴったしだしね。非常に、うん、いいな。盾がこうやってね、置いてある。うん。あれ？あれ？あれ？おお！こりゃいかん。えい、仕方がない。なんてこった大空の盾でもへその代わりにならないっていうのか。もう俺の言いたいことはわかるな。そうだ、へその代わりをさ、早く見つけてこい。役立たずが。見ろ、案の定、大空の盾にも不思議な力が宿ってるみたいだぞ。さっさと手を出せ。行け、もう早く。もうワールボンはピリピリしてるね。えいっ、エテポンゲは空を渡る力を手に入れた。翼の紋章がついた台座で A ボタンを押せばその先の台座へ飛んでいけるはずだ。まずは、試しにこの部屋でその力を使ってみるといいだろう。ん？おかしいな。いつもならここで次の手がかりがピンとくるはずだが、俺も疲れが溜まっているのかもな。仕方ない、今日のところはうちに帰っとけ。マルタの生命力もだいぶ失われちまった。イルトも、積もる話があるだろう。イルトの話が終わったらまた俺のところに来てくれ。了解、イルト話してくるんだね。確かになんか周りめっちゃ枯れてない？なんか根っこがなんかすごい、なんかこんなんだったっけ最初。なんか汚くなったね。こんなんだったかな。まずはね、ここのジャンピングポジションでね、ひとっ飛びしましょうか。おお、羽が生えた。そういうタイプ、レア雪服。どいいね、こうやって飛んでいけるんだ。ゲームボーイ版の時はね、雲に乗るみたいな、そういう感じだったんだけどな。オーケー。じゃあ、イルのところに行けばいいのかな？ちょっと火事もちょっと見てみようか、火事。ミリッタさん、お久しぶり。鍛える。ドラゴンスレイヤー。ヒットポイント成長力アップ。ショー。素早さ成長力アップ、ショー。なんかどんどんつけていきたいんだけどな。どうしよう。まあまあいいか。ちょっとよくわかんないからいいや。何個かつけたんだけどね。イルのところに向かいましょう。ルーラーで行った方が早いかな。なんか雲行きもなんか悪くなってないか。あ、小さなメダルついでに渡しに行こうか。ついで結構たまったんでね、何かもらえるんじゃないかな。ウィス退場。いや、メダルじいさんだったな。持ってきたぜ、給仕服の壁紙、型紙に、メタルスライム！これは、早く15枚貯めなきゃな。メタルスライムは本当に欲しいからな。10枚となった。さあ、牧場に向かおう。
お店開いてるじゃん。おう、いらっしゃいませ。パワフルキッズ、魔物大好き、お肉お一ついかがですか？サウザンドアイ。骨付き肉高いからな。ちょっとまたにするわ。またにするわ。いいでしょう。ザッツライ、いいでしょう。ただいま。帰ってきたよ。あ、おかえりお兄ちゃん。マルタのへその代わり見つかった？それがどれもこれもぴったし来ない、ぴったりはまんないんだよ。やっぱりそうなのね。この空見て、うん、空だけじゃない。水も濁ってるし、丸太中がおかしいの。これって丸太のへそがないからだよね。このままだと本当に丸太は沈んじゃうよ。私はここで魔物の面倒を見ることしかできないけど、精一杯応援してるから、頑張ってへその代わりを見つけてきて。丸太を救えるのはお兄ちゃんしかいないのよ。お父さんたちもお兄ちゃんが強くなるのに協力してくれると思う。話を聞いてみてよ。お父ちゃんはね、スカウト級しかやってくれないからな。うん。プリンセスリーファなんか持ってないしな。作れる言うてるけどね、すぐに。ねえ、聞いて、エテポンゲ。お母さんね、家事に使えそうないい素材を持っているの。げんこつだけは持ってないから。あ、以上かな？もういいのかな？あれ、なんか服装変わった？あれ、こんな服着てたか？まあいいか、まあいい、まあまあまあいいわ、まあいいわ。よう、エテポンゲ。エテポンゲじゃない、トナポンゲ。今の姿が気に入ってるようで、トナポンゲ見た目ちょっとなんか変えれるのかな。本当に変えれるの？あー、ほん、うわ、普通に変えれるんだ。ちょっとね、変えてみようか、せっかくだし変えようか、この際。ね。ちょっとこの鳥系っぽいのも、ちょっといいよね。人気だろうな。なんかあんまりここら辺人気なかったみたい？実はあんまり人気なかった？気高く強そう。これもね、人気あるシリーズだよね、やっぱり。みんなのモントなんて気になるね、やっぱり。どんな選んでんだろう。これもかっこいいけどな。うん。これかっこいいよね。で、あとは武器持ったかわいい系。かわいい系はいいわ、別に。スライムっぽいかわいいもん、別に。スライムだったらスライムがいるからいいよ。ちょっとこれをもとにさ、ちょっと変えようかな。体。ちょっと回転。なるほどね、パーツはそのままに、体だけ変わると。頭飾り。マジか、これ。これはこの色、この色でいい。尻
これでいいか。あ、ここで性別もまた変えれるの？これメス。性格は、性格はそうだな、この見た目だから、この見た目だから積極的だな。よし、これでいこう。気に入ってるようですが、って絶対気に入ってるって言うんじゃん。愛着湧かなくなっちゃったけど、まあいいか。じゃあワルボンのところに戻ろうかなと思いましたが、ちょっと時間があれなんで、一旦ここで動画切ります。ご視聴ありがとうございました。